フィアット・クライスラー・オートモービルズ・プリムス・プリムスは、米国の自動車会社クライスラー社が1928年に開始した自動車ブランドである。1998年のクライスラー社のダイムラー・ベンツとの合併により、ダイムラー・クライスラーのクライスラー部門内、自動車ブランドとなった。エントリーカー部門として70年以上の長期にわたり、展開されていたが2001年に姿を消した。 ブランドの商標ロゴにはプリマスロックに到着するメイフラワー号が描かれている。日本での販売はすべてプリムスでのものだった。しかしプリマスとして紹介されることも多い。安価な大衆車ブランドとして成功した GM のシボレーに習い、クライスラーは同様のエントリーカー部門を担うブランドとして1928年にプリムスを誕生させた。 油圧ブレーキをはじめとする進歩的機構を先発他社に先駆けて導入、標準装備品を充実させたことが特徴であった。そのも黒みは当たり、プリムスはユーザーの好評を得、ブランドとしては後発であったにもかかわらずボレれ、フォードとともに安価な自動車の代名詞として認識され定着した。プリムスのリリースする車種は安価であるがパフォーマンスに優れており、長い間常に ブランド販売上位に食い込んでいた。しかしクライスラーの経営方針の転換により1960年代に姉妹ブランドであるダッジがプリムスより安価な自動車を展開することとなり独自性のある車種を持ち合わせていなかったことから差別化ができずにプリムスは一時期販売低迷に陥ることとなる。1970年代前半にはバリアントとダスターのヒットにより持ち直し、 販売台数上位に返り咲いた。だが、それもつかの間であり、1970年代後半には、オイルショックなどを起因とした、クライスラーの深刻な経営不振により、戦略の見直しが行われ、プリムスはフルラインナップブランドではなくなる。プリムスのオリジナルモデルは少なくなり、コストダウンの関係から、当時提携関係にあった、三菱自動車工業などの他メーカー。 ブランドの OEM が主流となり、一時期の勢いは完全に失われることとなった。クライスラー内で新モデルが開発された際にも、ダッチやクライスラーに優先的に展開され、プリムスは礼遇された。その後1998年にイーグルが終了した際、プリムスにイーグルで販売していた小型で安価な自動車のラインナップの流れを統合する案が生まれ、復権のチャンスを得る。 その際に新たなフラッグシップモデルとして往年のホットロッドを彷彿させるモデルプローラーネオンをベースとしたオールドニュースタイルの PT クルーザーを開発主力として推す計画とされた。右与曲折の末 PT クルーザーはクライスラーブランドから発売されることになりまたプローラーを投入し大きな話題を集めるも劣勢を覆すには至らず クライスラーのブランド戦略見直しにより、一世を風靡していたプリムスは既存ラインナップの更新を行わないという寂しい形で2001年、その歴史にピリオドを打った。プリムスの車種一覧については別項参照。ありがとうございます。